はい、本日はですね、Amazon プライムデーで購入したものを紹介したいなというふうに思います。全部で6点購入したんですけど、まず1つ目っていうのが車関係になるんですけど、車関係の、ドライブレコーダーの購入をしました。でドライブレコーダーがですね、以前使ってたものがなんか配線の調子が悪いんかして、なんかあんまうまいことつながらんくなって、ずっとエラーが出続けてたんで、まあ、今回新しくプライムデーやし買おうかっていうので買ったんですが、まあ、一応前回は前だけしか映せない、フロント部分しか映さない部分を買ってたんですけど、まあ、今回は後ろも映せるタイプを買おうっていうことでこちらを購入したっていう感じになってます。配線とかも僕あんまり車は詳しくないんですけど、まあシュガーソケットのところから電源取っていって、まあ線をこうピュってただ隠すだけやったんで、まあ、車関係が疎い僕でも、まあ、全然普通につけれたかなっていう感じで思ってます。ただカメラがですね結構大きいので、プリウスなんですけど、プリウスやと結構ミラーに結構かかってくる感じになって大きいので、まあ、その辺がもしかしたらもうちょっとフロントが大きい車やった方が合いやすいんかなと思ったんですが、まあ今のところ無事稼働してるんで、まあ、これはこれで良かったかなと思って今使ってるっていうのがまず一つ目の、ドライブレコーダーになります。で、2つ目なんですけど、2つ目も車関係で、次はスマホホルダーになるんですけど、以前までスマホホルダーも使ってたんですけど、こう運転席の上前のところにスマホをこう置くようにしてたんですけど、まあ、それがたまたま知ったんですけど、電動が今あって、こう近づける、スマホを近づけるだけで勝手にウィーンってしまっていくっていうのがスマホホルダーがあるっていうのを知って、まあ、今回 Amazon プライムでずっと狙ってて、よし出た買おうと思って買ったっていう感じになってるんですけど、僕よりもどっちかって嫁の方が喜んでて、うわー勝手にしまるとかって言いながら使ってるっていう感じになってるんですけど、まあ、置くだけで充電もできて、一応充電用にそのシガーソケットから充電線は引っ張ってきてるんですけど、まあ、それも普通に置くだけで勝手に充電ができて、横のボタンポチって押したら外せるっていう感じになってるんですけど、まあ、少し不便やなと思うのが、別に充電したくない時とかでもやっぱ線が刺さってる時はもう勝手に充電されちゃうっていう感じなんで、充電したくない時は多分線を抜いてたらいいんかなと思うんですけど、それをしちゃうともしかしたら自動で動かないんかなとかっていうのがあんまりちょっと僕も分かってないんで、まあ、一応線はつけっぱなしにしてるんですけど、はい、そういう感じの自動のスマホホルダーをまあ購入したっていう感じになってます。はい、っていうのがまあ2つ目の、購入品で、3つ目の購入品なんですけども、3つ目の購入品がこちらの、カートリッジになります。これは去年僕清水機買ったんですけど、それのカートリッジの交換が1年後だったんで、ちょうどまあ今の時期やなっていうことで、これは Amazon プライム関係なく普通の値段のまま買ったっていう感じなんですけど、まあ、一応一緒に買ったんで紹介するっていう感じになってて、でまあこれをまた買えれば清水機をきれいに使えるっていう感じになっているので、まあ、購入したっていう形で、別にこれに関してはこだわりもないですし、ただこの品番しか合わへん方が買ったっていうだけのアイテムです。では次4つ目いきます。で4つ目がですね、こちらの SSD になります。でこちらの SSD はバッファローの SSD なんですけども、値段が結構安くて1テラやのに1万2000円ぐらいで購入できたっていう感じで、以前紹介したサンディスクのこちらは500ギガなんで、言うたら半分の容量しかないんですけど、値段は同じで、同じ1テラのやつを買おうと思ったら値段が倍ぐらいするっていう感じになってるので、実際使っててもこっちの方が圧倒的にスピードも速いですし処理速度も速いんですけど、これはやっぱ値段が半額ぐらい安いので、安い分買うのは買いやすいんですけど、なかなか使っててスピードを求める方やったら多分これは向いてないかなと思いました。でまあ普通にデータの移行するだけとか、なんかバックアップ取ってるだけとかやったら全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、これを使って動画編集するとなると少しちょっと遅いかなという感じで、まあ、ちょっと物足りひんかったなと思うので、まあ、僕は一応バックアップ用として今も使ってるっていう感じになってるので、動画編集では一切使ってないという感じになってます。次は5つ目、僕らが使ってる洗剤なんですけど、アリエール の, 雨の日用部屋干し用 の, ジェルボールになってるんですけど、これがなんか通常の3倍とかって書いてて、3倍で1個あたりで考えると多分結構安くなってるらしくて、僕もよく分かってないんですけど、嫁に買っといてって言われたんで、まあ、一応購入したっていう感じになってて、はい、買ったっていう感じになってます。なんか1個あたりいくらになってるのかちょっと分からないですが、まあ、この薬局で買うよりかは安かったらしいですっていうのが、5つ目で、次6つ目です。で6つ目がこちらです。こちらはもう先ほどと同じようにアリエールのジェルボールなんですけど、これはもう箱買いで買ってて、中身はさっきの部屋干し用じゃなくて外干し用の
はい、という感じになっているので、さっきのは緑やったんですけど、これはあの外干しなんで青色のやつで、まあ、購入して、多分これもあの1個あたりがおそらく安かったからこんだけ箱買いしたと思うんですけど、一応まあ、はい、あのそんな感じで買ったっていう形になってます。はい、というのがですね、まあ、今回の Amazon プライムの、プライムデーで購入した7月の15、16の2日間で、まあ、購入したアイテムになるんですけど、まあ、日用品がまあメインっていう感じで、まあ、次来年とかはもうちょっとなんかいろいろ買ってみたいなと思うのもあったりするんで、まあ、その辺を狙おうかなと思ってるという形になってます。ではですね、本日は、僕が Amazon プライムで買った購入品の紹介をしてみたという動画でした。以上ありがとうございました。